ねえや、俺はハーレムに興味ないって言ってるじゃないか。わからないな。ハーレムを作ればみんな幸せになれるんだよ。そうじゃないんだメア。そんな簡単なことじゃないと思うんだよ。どう？先輩の言いたいことよくわからない。しょうがないな。こうなったら強引にでもわからせてあげる。体が動かない。先輩の体をジャックしたよ。これでも私には逆らえない。さあ先輩、私をペロペロして。メアの言葉に逆らえない。このままじゃ。くそー、このまま好きにされてたまるか。頑張ってるみたいだけど無駄だよ。ほら、こうしたらペロッ。しまった、急にメアに舐められて動揺した。これくらいで焦っちゃう先輩かわいい。じゃあ私の体をペロペロさせてあげるね。先輩の舌が私を張ってこんなの恥ずかしすぎる。そんなに鼻息荒くしちゃって先輩犬みたいだよ。止められない。ハーレムを作ればこういうエッチいことし放題だよ。あ、ペロペロは私だけの特権だけどね。ねえ先輩、ハーレムならみんなでこんな風に気持ちよくなれるんだよ。どうしてメアはそこまでハーレムにこだわるんだ。いや、それより今のこの状況をどうすりゃいいんだ。感覚をシンクロ状態にしてあるからわかるよね。私の体が先輩に反応してること。私にもわかるよ。先輩の焦り、動揺、それにエッチい気分。深いところでつながってるからお見通し。心の中まで覗かれてるのか。あれ、でもなんだろう、俺の心にも何かが流れ込んでくる。これはメアの心。これは姉の闇を慕う気持ちか。それに友達のナナを思う気持ちも。そして自分を人として扱ってくれる人たちの幸せを願う祈り。なんてあったかいんだ。これがメアの偽りない優しい心なんだ。ハーレムを作ればみんなが幸せになるってメアは心からそう思ってるんだ。でもこれは違う。体が動く。はあ、やっぱりこれでも無理だったか。やっぱりって最初から無理だって分かってたのか。前にも同じ方法で先輩をジャックしようとしたことがあったの。その時はダメだったけど、記憶を失ってる今ならもしかしてって思ったんだけどね。ねえ先輩、違うって言ってたけど何が違うのか教えてよ。それはあれはメアの心で感じた違和感はなんて言えばいいんだ。頭がまだぼんやりしてて。まあいっか、しょうがないからまた別の方法を考えるよ。思いついたら試しに来るから待っててね先輩。ハーレムは諦めてくれないのか？諦める理由がないもん。じゃまたね。メアの心を覗いた時の違和感。